ガイチュークジョチャンネル。みなさんこんにちは。女性にもできるガイチュークジョチャンネルです。今回のテーマはダニ対策です。今回紹介する商品はこちら、ダニ検査用マイティチェッカーとレナトップ水性乳剤2です。まずこの検査薬を使ってどれだけダニが生息しているか調査をします。そして次にその結果によってはこちらの殺虫剤を使って駆除をしていきます。それではこの検査薬とこの殺虫剤の使い方を詳しく紹介していきましょう。掃除機のジョイント部を外してください。そこにゴミ取り袋を装着してください。ジョイントを元に戻してください。検査したい場所に1メートル ×1 メートルの目印をつけてください。1分間掃除機で吸引してください。ゴミ取り袋を取り外してください。ゴミ取り袋の上部をカットしてください。チャック付きビニール袋に入れてください。次に抽出液の蓋をひねって開けてください。抽出液を全量ビニール袋に入れてください。チャックを閉めてください。1分間手でよく揉んでください。検査紙マイティチェッカーを取り出してください。抽出液に3秒間浸してください。水平に置き10分間待ちます。ラインの発色で判定します。判定用色見本と見比べて判定してください。はっきりとラインが出ると駆除が必要です。今回は安全性の高いレナトップ水性乳剤を使用します。ダニの駆除には10倍希釈液を使用します。薬剤 100cc に水 900cc を入れてください。ほぼ無臭なので室内でも使用可能です。検査で高い数値の出た部分に噴霧してください。その周辺にも均等に噴霧しておいてください。畳はダニが生息しやすい場所です。部屋の隅や隙間に重点的に散布しておいてください。畳の上のカーペットにも噴霧しておいてください。今回はこちらの検査薬と殺虫剤を紹介させてもらいました。ダニで困っている方はぜひ参考にしてください。
このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。